日本一窓の多い小堀演州の茶室、溶水亭。溶水亭は、かつて、京都の溶水園内にあり、高根の太高山荘に移築された、江戸時代前期の慶の創建近郊市、後藤佐都市のにあった十三の窓を持つ、玉戸茶室。別名、十三窓席。溶水亭の名は、巨松があったことによる。現在は、京都市の古田織部美術館で保存されている。 寛永年間、加賀藩二代藩主、前田利常が、おは織州の後藤里志邸に建てたもので、他に、上段のある書院と、道古仕掛けなどがあった。設計は、小堀遠州。江戸時代中期、里志の末裔の六大弦則は表千家、女身祭捜査の皇帝で、溶水邸は、千家好みとは異なっていたこともあり、清志院に譲渡された。 明治初年の地域縮小の際に、溶水亭は解体され、財は、月屋大工市三代、平井儀助が譲り受け、140年間、眠り続けることになる。七代に至り、倉庫引っ越しの際に図面と共に古材を発見。茶室研究家、中村正夫により、天明の大化で消失したと考えられていた白川、落王収集の茶室を越し江戸島に残る、名石、 小堀演州交互等官兵卓茶室であることが明らかにされ、平成27年、古田織部美術館の敷地内に移築。その際、名積を用いて演州吉見に習った路地が作られ、中線の内腰掛けの石の配列は演州の伏見奉行屋敷の小図をもとに再現されている。その後、美術館は北山に移転。要推定、内部、 八窓を望む急勾配の吹き入りも屋作りの三条大木の茶室で二条の水屋が付け属し、江戸時代中期に二条増築されている。二尻口の外には一軒半の吹き抜きの土びさしが付き、靴脱ぎ石は七尺の巨石で刀がかり石と併用する形となっている。四尺の床があり、台目畳は床から半畳ほど離れており、作道口と球児口が 乗り降りに配されている。にじり口は壁の中央にあり、入室する客は正面に台目が前を見るようになっている。連ン窓の上に下地窓を重ねる手法を3箇所繰り返しており、また連ン窓の下辺が畳に接しており、床脇の壁の窓は剣道の襖になっている。これは演習の相違である。 もともと地仙庭園の地盤に建てられていたので、それを眺めるために低い位置に窓を廃したと指摘されている。変額は中国人書家によって万歴29年に書かれたもので、現在は復元である。色紙窓、風呂先窓、木石窓などにじり口も含めて合計13の窓があり、園州の伏見舞踊屋敷音上台め茶室の重業、 超えて我が国では一番窓が多い茶室となっている。なお、伏見奉行屋敷には土地を窓がにあるが、それを設けていない。溶水亭は極めて開放的な茶室であり、綺麗さびの茶室の極地と言えるものである。令和2年、窓研究所によって、海外に紹介された。ありがとうございます。